今日のイベント名はですね、オセロ生まれのオセロ育ちの箱叩き娘というイベントなんですが、まあ、見ていただいて分かる通り、ももにはですね、箱叩き娘はいませんが、今日は何ですかね、まあ、私も一応オセロ生まれのオセロ育ちなんですけれども、オセロには大変お世話になっております。ケンチさんにも言っていただいたんですが、私はですね、4月いっぱいで、高知から出ていくので、それの、そんな感じで、マンボさんにお声かけていただきまして、今日はこうやって出演させていただいております。2人で初めてなんです ね、はい、ね、でその博多だけ娘の3人、翔子さんと甲さんと彩乃には、ですね、皆さんにはサポートをしていただしていただいたこともありまして、普段からもとても仲良くさせていただいております。最後まで帰らずに楽しんでいってください。ではボムでした。ありがとうございました。では最後の曲聴いてください。あかり、隣が渡って同じにはなれない、僕らは違う生き物だから、いざ抱えてうずくまるこんな夜には君の声が聞きたくなる。不思議だね、違う速度で歩いてる二人の道が
ありがとうございました。